島村楽器三宮オパ店のデジタルマーチャンダイザーの萩尾です。これ、ズームで収録してるんですけど、評判良かった、このハウスオブマーリンのリデンプション ANC。これを使って今やってますけれども、ちょっとズームの Mac 版を久しぶりに立ち上げてみると、なんか新しいですね、アップデートが入ってました。と見てみますね、アップデート内容。なんか新しいリリースが9月1日に入ってまして、あ、すごいなと思った。これ、英語のページを翻訳してますんで、ちょっと変な日本語あるかもしれないですけど、これですよ、これ。ハイフィデリティオーディオモードっていうのがついたんですけど、見てみると、音楽教育やパフォーマンスアプリケーション、プレフェッショナルなオーディオ伝送、を実現しますということなんで、オーディオインターフェースやマイクおよびヘッドホンが必要ですってことなんですけど、今日これで試してみようと思うんですけど、 Bluetooth イヤホンね、これで試そうと思うんですけど、どう変わったかをね、 Zoom の設定画面でこちらですね、今まで音楽やるときにお勧めしてたやり方っていうのが、まあマイク音量自動調整を手動調整に変える、 Mac と Windows でも変わるし、 iOS にはあったりなかったりなんですけど、この背景雑音の抑制、これを切っちゃいたいんだけど、まあ一番かかりが弱い低に変えますね、Mac だと。あと詳細のところ、ここに行きますと、まあエコー除去、まあ自動化強度なんで、まあ自動にしますね。で、ここのオリジナルサウンドを有効にする、これをチェックしてもらうってことになってたんですけど、これをチェック入れると、こういうのが下に出てきますね。このエコー除去を無効にするってのが出てきてますね。ズームエコー除去アルゴリズムを無効にします。ヘッドセットと高品質のマイクを強く推奨しますということみたいですね。で、これです。高忠実度音楽モード。最高品質の音楽のために、ズームオーディオを最適化します、うん。CPU の使用率が増加し、ネットワーク帯域幅の消費が増加することがあります。最高の結果を得るためには、Wi-Fi ではなく、イーサネット接続が強く推奨されます。ということなんですけど、ちょっとこれ、オンとオフで、どう聞こえが変わるかをちょっとやってみようと思います。まず、オフでピアノのデモ演奏を鳴らしますね。高忠実度音楽モード。これやってみると何が変わるか分かんないです、僕も。これで聞いてみてください。はい。ということで、私の方では、後で録音したのを聞いてみないと、まあわかんないんですけど、ちょっとここではコメントをやりづらいんですけど、これをオンにすることで、ここに書いてる通りだと、ズームオーディオを最適化しますということなので、音楽モードってことですからね、音楽用につけてくれたモードだと思うので、まあよりノイズ除去とかね、そういうのが減ったりとかするんじゃないかと思います。まあ、背景雑音抑制もちょっといじってみます。これによってね、例えば、低いにしたと言いますね。低いで、こんな感じね。あと高い。どうですかね。このノイズとしての要因がね、判定されることによって音が消えたりとかがあるんじゃないかと思うんですけど、こういう感じの違いですということだけお伝えしておきます。ということで、今回はこの高忠実度音楽モード。これの紹介でした。はい、以上です。ありがとうございます。